皆さん、こんにちは、マーティン。史上最多の YouTuber、キングタクです。キングタクの p ガイ、p g 具イ p g 具イも通算放送、通算450回目ということで、450回記念スペシャルということで、私から、450回記念、まあ、次の500回に向けて、緊急告知をしたいと思います。まあ、これからノートにいろいろ書くとは思いますが、まあ、近日いろいろ、続々と公開する予定ですが、山手ボール、鶴岡、今、老往年何年かというと、まあ、昭和時代から始まって、まあ、 はい。まあと、観客は戻ってはい、この中で戻りつつあれも、今はまあ、マンボウの影響で減ってはおります。確か、去年から、鶴岡クロージングストアとの連携もありまして、そういうイベントだったり、そういう、出店のイベントも、キッチンカー関係のイベントもありましたね。はい。確かにすごいもんですね。はい。大盛況。おかげさまで山手ボールの人気も、戻っておりますね。昔から、今に。まあ、私、山手ボール、まあ、 契約して、まあ、3年、4年が経ちましたね。はい。まあ、最高は225というスコアではございますがね。はい。まあ、P 以外を創設したのも、私の公式チャンネル、1年目、ルーキーイヤーというか2年目になってから、もう、さらに活躍はしたとしてもございます。はい。まあ、そうですね。告知は、ここからですまあ、山手防ルぜひ、是非移転したいなとは希望しております。確か現在は鶴岡駅前というか、 あの、近くにあるのはセブンイレブンと、あとは、第8食堂、あとは、ツルハドラック。ま、ちょうど十字路にありますね、ちょうど。はい。あ、ホテルもあってね、いいですが。移転したいな、とは私は希望しております。なぜ移転したいかって。ボーリング場、3階建てにしたいのが私の希望でございます。1階には、まあ、ボーリング場、2階もボーリング場、3階、いろんなスポーツ施設満載。レストランも併設できたらいいな。それが私の夢でございます。はい、経営でき 経営はした、したい気持ちはわかるけども、やはりお金が確かに必要ではございます。はい。資金は確かに必要なのでございます。はい。まあ、いろいろ近日公開もしたいなとは、まあ、いろいろ言いたいなとは思いますがね、はい。ボーリング場、ぜひ、2回にはチャレンジ、まあ、1回か2回どっちらかですが、チャレンジマッチの大会、ぜひ、P リーガーに出てくるプロボーラー、男子ボーラー、女子プロ、ぜひ来てほしいです。どんどん山形県鶴岡市に来てほしいし、 鶴岡市のボーリング場、急上昇したいですね。それが私の夢でございます。ボーリング選手、あとプロの契約、あとは人数、従業員の人数も必要ですし、プロももっと欲しいですし、やはり名門であればいいです。まあ名称はまあ決まってはおるけども、公表は後日公表したいなとは思っております。はい。確かにまあ、450回にふさわしいお話ではございますが、 皆さんは、ボーリング場、鶴岡の移転はどう思いますか賛成か反対か、チャンネルク録ワドと共に、コメントでぜひ、お願いします。鶴岡のば、あの、移転、あの別の場所に移転してのボーリング場、ぜひ移転してほしいなとは思う方、チャンネル登録、コメント、評高評価、お願いします。はい。まあ、そうですね、はい。ボーリング場も新しくしてほしいし、 P リーグの会場にもしてほしいですね、テレビ収録。ぜひ、無観客を有観楽に戻したいという私の気持ちでございます。ごもっとも、もっとでもございます。はい。というわけで、450回記念スペシャルでした。バイバーイ。